蒼月の吸血鬼という童話に登場する呪われた本の名前です。聞いたことはありませんか？やはりこの方法で間違いなかった。はい、私はあの男が嫌いです。なのに私が拒絶すればするほど嬉しそうに近寄ってくる。ノエに聞いた話なんだけどね、バニタスは以前自分のことを好きになるような奴には興味がないと言っていたそうだよ。こそこそとはひどいな。私はただ歴史の勉強をし直しているだけだよ。さあ、我々人間とヴァンピールのね。ようやく時が満ちたわ。このジェボーダンの地に復讐の音楽を響かせてあげる時が。いいえ、こちらこそ失礼しました。ムシュ、狙いはきっとバニタスの書。もしかするとあんたのお友達殺されちゃうかもね。ルス文教、ずいぶんと遅いご到着ですのね。その人間の男は蒼月の吸血鬼の眷属です。分かっていないな、ジョルジュ。あの男が信じているのは厳密には神ではない。はい、ただの貧血なのでご心配なく。私これからお医者様のところに行くんです。ボンジュー少年、いい夢は見られたか？ここは17世紀末創業の老舗カフェでね、人間界での私のお気に入りの場所なんだよ。私を虐げた愚かなるヴァンピールどもよ、この本が開かれるとき死にも勝る呪いが貴様らに降りかかるだろう。お困りみてえだな、バニタス。せっかく九人殺しの居場所を掴んできてやったっていうのに。紹介しよう、ノエ。私の可愛い孫たち、ルイと妹のドミニクだ。いやー、ドミニクがちょうど私の城に遊びに来ている時でよかった。いいところで気に入ったわ。この場所、あなたの使命を私に誓うか。どうせもう間に合わないよ。早く教えてあげて。自分のせいでまた誰かが死ぬのは嫌でしょ。おお、すごいすごい。まさか佐渡家の中では僕はもう死んだことになってるよ。あなたがバニタスですね。僕はルカ、彼女はジャンヌと言います。ぶしつけながらあなたにお願いがあってまいりました。いい質問だ、ノエ君。約10時間前、エグランティーヌの毒を食らい無茶したお前は道端でぶっ倒れ、そしてそのままここで半日近く爆睡した。